運営の初心者狩り参戦。一つ目、レベル解放クエスト。最近ではストーリーの経験値も多くなり、初心者がストーリーを進めていると、レベル上限でこれ以上は解放クエをやれとすぐ言われる。ストーリーに専念できない上に、レベル124に行くまでに20個以上の解放クエストをやらないといけなくて、その圧倒的なクエスト数から心を折られて引退してしまう。続いて、戦闘システム。ドラクエ10の戦闘システムは慣れれば簡単だが、他のゲームにはない相撲システムを導入しているため、かなり分かりにくい。他にも範囲攻撃の判定が謎だったりする。運営はこの辺を全く教えてくれないため、独自で動画とかを見るなりして勉強する必要がある。続いて、バザーシステム。最新の装備であれば本来の値段で買えるが、それ以外の装備だと購入者の足元を見た超高値の出品価格になっているため、初心者が徐々に装備を新調していくというのがかなり辛いものになっている。3日売れなかったら出品がキャンセルされる仕組みなため、需要がないイコール高くなるという矛盾が発生している。